しいな。死ぬわけにはいかんね。弱肉強食や、バルー思いなや。よし、ふぶいてきよったな。弱肉強食や、バルー思いなや。よし、よう食うたな。
駄にはせえへんで。冴島さん、今回は随分長く山に入ってたね。あんまりにも帰ってこないから遭難したかと思って心配したよ。いや、それなんやが。なんだと？山おろしの住処を見つけただと？まだ断定はできんそうやが、間違いないと奥寺藩が言うとった。どこなんだそこは。それがかなり山の奥の、そや地図に書ききれんくらいの場所や。それで奥寺さんは今は家で夕飯の支度をしとる。興奮した様子はなかったが。どうも気になるな。ちょっと様子を見に行こう。これはどこ行ったんや、奥寺藩。やっぱりか、もう奥寺さん山に入っていったんだ。せやけどもう日も落ちる頃や。奥寺藩はプロの漁師や。
そない無茶なことはせんはずや。いや、よく思い出してみろ。あんたが奥寺さんを見つけたのは夜中だったはずだ。あの人は山下ろしのこととなると時間なんか関係なく行動しちまうんだよ。クソ、今すぐ追いかけるしかないな。待て、仁科のおやさん。奥寺はこの集落のマタギの中でも最も動きの速い男だ。それにこの時期の山も熟知してる。今追いかけても追いつけないだろう。それやったらどうやって。あんたモービルは運転できるか。それってスノーモービルのことか。どうなんだ、できるか。ああ、備えに慣れてるというわけやないが。ちょっとついてこい。これは10年前遭難した奥寺が佐藤という漁師に助けられた現場近くにあったものだ。奥寺藩の。俺が現場から運び出し今日まで密かに保管していた。なんでそないなこと。細かな話は後だ。この集落でこのモービルを乗りこなせる人間は他にいない。どうだ、本当にお前これを操縦することができるか。ああ、これで奥寺藩を追えばええんやな。頼んだぞ、何があっても奥寺を助けてやってくれ。分かった。奥寺藩、奥寺藩。くそ、それ決まっか。大丈夫か、山下ろしにやられたんか。今すぐ集落に連れてったる。耐えるんや、死んだらあかんで、奥寺藩。帰ってくれ。俺は奥寺じゃない。奥寺藩、おいしっかりせ。おい奥寺藩。なんとか一命は取り留めたというところか。なあ、仁科藩、桜井藩、そろそろほんまの話聞かせてもらえへんやろか。
何の話だ。奥寺藩、気を失う前に言うとった。自分は奥寺やないと。あんたらそのこと知っとったんじゃが。仁科さん、私が話しましょうか。いや、俺が話そう。一応これでもこの集落の長としての責任があるからな。教えてくれ。奥寺がお前に言った通りだ。奥寺は奥寺ではない。佐藤清というのが奥寺の本当の名だ。佐藤？それって確か10年前に奥寺藩を助けた漁師の名前やろ。そうだ。だがおそらくその漁師の名前が奥寺だったんじゃないかと私は考えている。どういうことなんや。10年前この集落に流れ着き、勝手に空き家に住み着き漁師となった男佐藤。当時俺たちは彼の素性、どこから来た人間なのかも知らなかった。せやったらなんであんたらはその男のことを佐藤って呼んでるんや。あの男の名が佐藤だということを知ったのは、奥寺が警察に捜索願いを出した時だ。それまでは奥寺の名前すら俺らは知らなかった。ほんならまさか奥寺藩は9年前の騒動で行方不明になったその漁師の男と名前を入れ替えたと。なんでそないなことを。素性を隠す必要があったんだろう。その後警察から連絡があり、分かったことが一つある。何や。山下ろし騒動の起こる半年前、佐藤清という名の囚人が網走から脱獄したらしい。何やと。殺人罪で無期懲役の囚人の脱獄。ちょうど佐藤が奥寺を雪山で救出した時期と重なる。ほな、ほんまに奥寺藩は。真相はわからない。いや、それ以上探ろうとはしなかったという方が正しいのだが、その日以来俺たち漁師は奥寺との接触を避け続けた。心を通わせることで彼の素性を知ってしまうことがないようにな。素性を知ってしまえば彼を警察に突き出さなければならなくなってしまう。それが嫌だったんだ。それでわざと奥寺藩を村八部に。せやけど、なんであんたらはそないな辛い思いをしてまで奥寺藩を守ったんや。それは彼が私たちを救ってくれた命の恩人だからだ。恩人？9年前山下ろしにこの村は襲われた。だがあの原因を作ってしまったのは奥寺や佐藤じゃない。本当はこの村に住む漁師全員のせいなんだよ。どないしたんや急に。ちょっとあんたに見せたいものがある。後で俺ん家まで来てくれ。